ばちゃんね、最近思うんだけど、俵総一郎ってバタリアンのおばんばに見えてきたんだけど、どうなんでしょう。ガチなのかな。本物だったらどうしましょう。ねおばちゃん、あら、ラビちゃん、どうしたの。今日9日のワイドなショーが胸クソだって評判なんだけど、どういうことなの。ラビ見てなかったからわからないんだけど。じゃあ久しぶりあれ出してみましょうか。ねんて、女はキャベツされてるんです。男の人たちからずっとキャベツされてるんです。キャベツされてるんです。キャベツされてるんです。あ、これってあたしんちの作者のケラエイコだよね。北村六郎と鈴木杏樹の不倫の件で、え、なんでいきなりキャベツだキャベツだってわけのわかんないこと言ってんの。コメンテーター全員容認派のようなこと言ってるけど、それによって被害を受けてる奥さんとか旦那さんとか不倫とかされて悩んでる人とかいっぱいいるのに、公衆の面前でこんなに肯定するようなこと言っちゃっていいの。それなんかさっきから関係ないのに、なんでキャベツだキャベツだって言って、あ、キャベツ生まれた。ほんとね、よくわからないのにいきなりキャベツだキャベツだって言ったらキャベツ生まれちゃうわよ。あ、それとね、竹山さ、沢地エリカの件でさ、ね、芸能人だけテレビとか全然出すなって言われて厳しい処分を下されなきゃいけないんだってブーブー言ってたけど、一般人は薬物とかで捕まると社会的に抹殺されてその世界戻っていけませんよ。戻っていけるってなんで芸能界だけそんなぬるい社会になってんのかな。コメンテーターとしてみんなワイドなショークソなんだけどこれいや、松本人志がさ、スポンサーにね、出すなってなんかいろいろクレーム入れる人いるけどどうのこうのね、そんなのね困るとかって言ってたじゃん、それされるよ。だって、常識が欠如してるんだもん。ワイドな人ダメじゃん全員あ、みんなキャベツ生まれた。あ、キャベツいっぱい生まれた。反社会的組織にお金が流れてるっていうことに頭がみんな回らないのね。それによって被害を受けてる人たちもいっぱいいるのにね。そりゃスポンサーに電話されちゃうよ